い、どうも桑田真澄です、今日はですね、これから宅建の試験をですね受けようか、どうしようかと迷っている方、もしくは初めてで何からね始めて勉強準備していいかわからない方に向けてこの動画を作らせていただきました。ですね、6月の5日にですね、発表がありまして、官報で発表がありまして、2020年宅建試験が開催されることが決定しました。はい、コロナ対策もしつつね、マスクをしながらの、試験になるかと思うんですけども、はい、通常通りやるということです、受験料も7000円ということでね、はい、そうなってきた場合ですね、この、10月18日、これがもうゴールですね。これに向けてどういった準備を進めていけばいいのかだけざっくりご紹介したいと思います。はい、まず4月1日に、試験のね、受付開始が始まります。で、7月15日にインターネットでの、受付が終了します。そして、書面での郵送での受付終了が7月31日なんですね。だから受けるかどうか決めるまでが7月31日がリミットだよということですね。まだ1ヶ月あるわけです。結構余裕ですね。だから今ぐらいからね、ちょっとずつね、スタートしていくといいんですよ。もしくはどんな試験なのかなっていうのを触りをちょっと見るっていうね、そういったことをしたらいいなと思っています。そして6、7、8、9、10とありますけど、この、4ヶ月ぐらいですね。4ヶ月ぐらいの間に、何をしていけばいいか。ちなみに僕は、7月からスタートしまして、3ヶ月、ね、知識ゼロから3ヶ月やりまして、なんとか合格することができました。はい。なので、初心者がどういうね、道を歩んで合格まで行ったかっていうのをね、分かっていただけたらなと思います。はい。で、6月ね、この6月っていう時期はですね、受験するかどうかはまだわからない。そして試験の内容もよくわかってない。ね。どういったものかよくわからない人のための期間だと思います。この期間にですね、まず、宅建とは何かね、法律とは何かね、結構民法とか出ますから、そういうものの、触りをね、感じてですね、自分の肌と合うかどうか、それを感じていただけたらと思います。そして、いけそうかなと思ったら、本格的に勉強していくということですね。なので、まず6月に読んでもらいたいのが、ここですね。はい。漫画って僕書いておきました。漫画。もう漫画から始めたらいいと思うんですね。漫画さらっと読んで、これとっつきにくいなと思ったらもうやめちゃって。いや、なんかちょっと勉強になって面白いな。ね。普通の生活でも役立つし、ね。絶対家借りたり、買ったりするわけだからみんなね。だから、これは、覚えてて、損はないな、ということですね。はい。そして、おすすめなのは、はい。はい。僕がね、おすすめの、この本、漫画宅建塾ですね。こちらをおすすめしてみたいと思います。はい。これはですね、宅建学院さんが出したやつですね。全部ね、漫画でできててですね、非常にやりやすい。そしてですね、家族構成がね、ちょっとユニークで、もう、なんかね、小学生でもう、宅建を取っちゃった、スーパー、少女が主人公ですね。で、お父さんも宅建やってたりしてね、ちょっとコミカルに描かれております。これやるとね、すごい分かりやすかった。特に宅建士法、についてすごく分かりやすかったですね。で、2400円、プラス税ですね。この2019年版はね、そうでした。で、さっきインターネットで調べた2020年版も出ておりましたので、そのね、問い合わせ先、リンクに貼っておきます。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら見てみてください。まずこれを読んでですね、無理そうだなと思うことはなかなかいないと思うんですね。もう結構わかりやすくて。骨組みをまず感じるわけですね、これで骨組みを。で、もっと詳しいことを、参考書で勉強していくということですね。これで全部、法律をカバーできてます。出る範囲ね。なので、これすごく役立ちましたね。はい。そして7月に入るとですね、アプリでやってみたいですね。無料のアプリありますから、そのアプリを見ながらですね、1問ずつ解いていくわけですね。で、丸バツが出るんで、普通4択なんですけど、丸ペケでまずは、始めたらいいと思います。丸ペケでこれが何が間違いだったのか、どうだったのかって1個ずつ潰していくわけですね。で、テストだと全部解いてから、答え合わせになるじゃないですか。それがちょっとね、もう忘れちゃったり、もう果てしなく膨大な量なんで疲れてくるんですよ。なので、毎日50問ずつとかね、実質読んで割るから、この本ちゃんの試験で言うと12問とか11問ぐらいなんですよ。なんだけど、1問ずつ解いていってですね、何が、みんなとっつきにくいのかとかね、そういったところを把握したらいいと思います。で、アプリをやっていくね。はい。で、電車乗りながらでも行けるしね、ちょっとした時間でもできます。
で、また漫画も併用していきます。大体参考書は3回から4回読んだ方がいいですね。はい。なので、漫画の2週目、ここから入っていけばいいと思います。2回目になったら、本当に飲み込み方が全然違うし、で、漫画と併用してやることによって、アプリも分かってくるし、で、漫画をね、とりあえずね、穴開くほど読んどけばですね、あ、あれ何だったっけな、あれどこにあったっけなとかね、あの、相続ってどこだっけ、あ、前半の方にあったなとか、大体の場所が分かってくるんですよ。そしたら、すぐ調べれる。うん。なんか辞書のような、前辞書のようなものを一冊持っておくと便利ですね。はい。そして、7月31あたりになったらですね、過去問を一回やりましょう。はい。これは何かというとですね、これから登る山がどれぐらいの高さがあるか、これを知るためですね。はい。山が分からないと、ね、どこまで頑張っていいか分からないですかね。ここで最終決定します。で、過去問を解いてみてですね、32点とかね。僕最初過去問やった時31点だったのかな。で、まあ大体37点だと合格だから、あと6点か。じゃあ頑張ろうってなるんですけどね。この6点を伸ばすのがまた大変なんですけどね。ほんと大変。まあ、過去問の、テストね。模擬試験とかで、まあ結局45点ぐらい取っとかないと本チャンでちょっと不安ですからね。結局45は目指してほしいんですけども。まあとりあえず31点だから、あと6点かと思ったら、ちょっと見込みがあるなと思ってね。でもほんと大変。結構34点、2点足らずとかどっちの人多いんですよ。はい。で、もうそこでね、もうあの、自分で見極めて、で、過去問解いて、ね、申し込んで、そしたらもう後に引けないですね。7000円払ったんだから。で、あと8月になったら参考書買います。ね。分厚い参考書を買ってですね、細かいとこまでこう埋めていきます。はい。ここが一番苦しいかもしれないですね。ずっと読むだけの時期ね。で、一回だけ問題やっといて、どんな問題、どういう問われて方するのかなっていうのを頭入れつつ参考書を読んでいくっていう作業ですね。はい。で、ちょっと分かりにくかったらまた漫画に戻ってですね、噛み砕いてくれてますから、これを見る。はい。そして9月に入ったら、鬼のような過去問の嵐です。過去問を1日1問ずつ解いていきます。そして10日間ね、過去10問、10年分、10年も解いてください。そして1回目終わって全部、まあ、答え合わせもしますよね。そうしたら次2週目に入ります。2週目はだいたい1週目の3分の1ぐらいの時間で解けちゃいますから、2週目から楽になってくるんで、1週目ほんと苦労するんで、とりあえず頑張ってください。そして、3週目も行きます。3週目。つまり、10日、10日、10日で3週ね、過去問をやってください。そして10月に入ったら、最後の過去問ね、4週目入ってください。そして、このあたりになると対策模試がいっぱい出てきます。対策模試をやってください。とりあえずね、民法の改正とかね、法律の改正部分を、予想してやってくれたりしますから。あと、統計問題の予想もやってくれますからね。このあたりでやっておきましょう。統計問題すごい気になるんですけど、もう直前でいいと思います。うん。あんまり早くから覚えたとしても忘れちゃうから、直前でいいんですよ、この辺は。それまでに後のことね、全部、もう瞬発力で解けるような状態にしときます。で、10月になったら対策、もしをやっ、僕の場合だと、3冊ぐらい買いましたね。1000円ぐらいで買って、3回分載ったりします。4回とか3回ありますから。はい、これかなりお得なんで、そして勉強になりました。で、難易度も同じぐらいなので、すごく、助かりました。はい。こういったところですね。で、まあ、前日はほぼ何もしないでいいですね。一旦リラックスします。一旦リラックス。なんだろう、ボディービルダーで言うと、パンプアップする感じですね。パンプアップ。ずっと詰め込んでるとしんどいので、もうぐだーっとして、充電ね。カーボハイドレート、炭水化物。炭水化物をこう、充満させるような感じでね。一気に楽してください。はい。で、当日の朝にもう一回だけ、さらっと、試験を解く。これは何かというと、まあ、ストレッチみたいなものですね。いきなり問題のこの字、たくさんある字をね、読むっていうのは大変なんですよ。だから、一回文字を読むことに慣れておく方がいいです。うん。で、試験会場。当日試験会場に行くと、試験会場前にいっぱい、今年のね、統計の問題ね、後ろの5問ね、5問、免除問題の5問をいっぱいこう、配ってくれてる人がいますから、それをもらって、試験開始までその対策、ね、模試の方を読みながら待つと、言った感じですね。これでやってもらえたら、まあ、間違いないと思います。はい。まずは自分がいけるかどうかを確かめる作業。これが6月になりますので、よろしくお願いします。で、またね、いろんなとこ、ちょっといろんなつまずくポイントがあると思うので、その都度その都度、
この時期になるとこれが大変かなと思った時にはまた動画アップしますので、よければ見ていただけたらと思います。はい、皆さんの疑問とかね答えていきたいですけど、まあなんかペースメーカーみたいな感じで、僕を使っていただけたらなというふうに思います。わからないことあればコメントしていただけたら、解説させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今後もね、宅建、当日までいろいろ動画出していきますので、気になった方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。